日前の練習試合と同じくトップに長澤、ディフェンスラインには高さのある4人を揃えました。前半12分、村田が大前とのワンツーで抜け出すと、クロスを長澤がドンピシャヘッド、鮮やかな攻撃でエスパルスが先制します。37分にはボランチハッタンダからこの縦パス、長澤がヒールで流し村田、さらに大前、中盤からのビルドアップに積極的な裏への飛び出し、ヴァンフォーレを翻弄します。ディフェンス陣も相手の攻撃を粘り強く跳ね返し、最後まで集中を切らすことなく守りきり、2試合連続となる無失点、攻守に収穫の多い一戦となりました。今日の試合は自分の中でも結構大事な試合だと思ったので、そういう気持ちも入ってましたし、まあ、11人全員で守備意識っていうところもあったと思いますし、まあ、その後の攻撃につながる展開もすごい良かったと思うので、まあ、ちょっとホッとしてます。一人一人が連動して動けてるっていうところもありますし、やろうとしていることが少しずつできて、なおかつ個人のコンディションも少しずつ上がってきてるんじゃないかなと思います。